ジョン・シー・ペンバートン、ジョン・クリフォード・ペンバートン、1814年8月10日から1881年7月13日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、セミノール戦争で戦い、米北戦争では功績を挙げた。南北戦争の時は、南軍の将軍として従軍し、1863年夏のビックスバーグの包囲戦で敗北し降伏したことで知られている。 戦後は農業に就いた。ペンバートンは1814年の秋にペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれた。1833年にウェストポイントの陸軍士官学校に入学し、4年後に50人の同期中27番目の成績で卒業した。1837年7月1日に第4アメリカ砲兵連隊の勝尉に任官した。 1837年と1838年には、セミノール族との戦いに連隊と共に従軍し、フロリダ州で1838年1月24日のロカハッチーの戦いに参戦した。ペンバートンと第四アメリカ砲兵連隊は1838年と1839年に、ニューヨーク州コロンバストリデで守備隊任務につき、 ニュージャージー州トレントン近くに位置する訓練キャンプに移った。カナダ国境紛争の時は北部辺境で任務に就いた。1840年にはミシガン州に駐屯し、デトロイトで任務に就き、1840年と1841年にはマキナックトリデ、1841年にはブラディーントリデに勤めた。次に1841年から1842年には、 ニューヨーク州バッファローで勤務し、1842年3月19日に、中尉に昇進した。その後バージニア州、モンドー砦りの守備隊任務に移り、1842年と1843年は、ペンシルベニア州、カーライル兵舎の陸軍機兵学校に駐屯した。さらに1844年から1845年は、モンドー砦に戻った。 1845年から1846年、ペンバートンと第4アメリカ砲兵連隊は、テキサス州のアメリカ陸軍占領部隊に加わり、米北戦争の開始とともに、メキシコに派遣された。1846年5月8日のパルアルトの戦いと翌日のレサカデラ・パルマの戦いに参戦した。続いてその年秋のモンテレーの戦いで功績を挙げ、9月23日に、 大尉に名誉昇進した。ペンバートンは続いて、メキシコにおける軍の1847年の作戦で戦い、3月のベラクルス包囲戦、4月のセルロゴードの戦い、5月のアマゾク近くでの小戦闘、8月のサンアントニオ戦領とチュルブスコの戦い、そして最も著名な9月の森のデルレイの戦いと続いた。 9月8日の森のデルレイにおける功績に対して、少佐の階級に名誉昇進した。続いて9月13日のチャプルテペク城の九州に参加し、その日と翌日のメキシコシティの戦いにも加わったが、そこで負傷した。1846年8月4日からは、ウィリアム・ジェイ・ワース名誉巡賞の副官の地位あった。メキシコとの戦争が終わると、 ペンバートンと第四アメリカ砲兵連隊は1849年にフロリダ州ペンサコーラの守備隊任務に就いた。1849年と1850年にはセミノール族との敵対関係の間フロリダ州で戦った。1850年にルイジアナ州ニューオーリンズ兵舎の守備隊任務に就き9月16日に正規軍の隊員に昇進した。 1851年と1852年にメリーランド州ワシントントリデに勤務し、1852年から1856年まではニューヨーク州ハミルトントリデに駐屯した。1856年から1857年までは再度フロリガ州でセミノール族と戦った。1857年から1858年は、 カンザス州レブンはアストリデの返京任務につき、1858年のユタ戦争に参加した。1859年にニューメキシコ準州のカーニートリデに駐屯し、1859年から1861年はミネソタ州のリッチリートリデ、1861年にワシントン DC のワシントン武器湖守備隊を務めた。1861年に 南北戦争が始まった時、ペンバートンはその任務を辞して、北部の生まれながら南軍に加わることを選び、アメリカ陸軍を除隊し、4月29日付で認められた。その決断は、バージニア州生まれの妻の影響と戦前は、長年南部州で勤務したことによっていた。3月28日に南軍の中座に任官され、4月29日に、 アメリカ連合国首都リッチモンド内外の軍隊で総務局調査となった。5月8日に大佐に昇進し、翌日中佐の階級でバージニア暫定軍砲兵隊に配属された。6月15日には南軍砲兵隊の少佐に指名され、2日後には巡将に昇進した。ペンバートンの最初の旅団式はノーフォーク方面軍であり、 その第10旅団を6月から11月まで率いた。ペンバートンは1862年1月14日に少々に昇進し、サウスカロライナとジョージアの方面軍指揮を任された。この任務はサウスカロライナ州チャールストンに作戦本部を置き、3月14日から8月29日まで続いた。ペンバートンの勘に触る性格、もし彼が選択しなければならないなら、 その少数の軍隊を失う危険を犯すよりも、その地域を放棄するという声明や、彼が北部の生まれであるという不信感の結果として、両州の知事は、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスに、ペンバートンの解任を請願した。デイビスは新設のミシシッピ方面軍の指揮官を必要としており、PGT ボーリガード将軍にも指揮官の役割を必要としたので、 ペンバートンを西部に派遣し、人気のあるボーリガードをチャールストンに配属した。1862年10月10日、ペンバートンは中将に昇進し、要塞都市、ビックスバーグとミシシッピ側の防衛のために、ミシシッピ方面軍と、西ルイジアナ方面軍を任された。デイビスは、彼の新しい任務について、あなたの任務の最初で主要な目的として、 これらの州をうまく防衛することを検討するように指示を出した。ペンバートンは10月14日にミシシッピ州ジャクソンの新しい作戦本部に到着した。その軍隊はアール・バンドーンとスターリング・プライス各省省の指揮する5万名、タラズとビックスバーグポート・ハドソンにいる守備隊、約2万4千名だった。対するは北軍の攻撃的な指揮官で、勝手は、 米牧戦争での領有だったユリシーズ・グラント、少々の10万名以上の部隊が、ビックスバーグ方面作戦に行った。ペンバートンと、そのミシシッピー軍は、はデービスとジョセフ・ジョンストン将軍双方からの命令を、実行する、試みの中で、ジャクソン周辺に結集する、ジョンストン軍と合流するために出発し、一方残りの部隊は、ビックスバーグ周辺で守りについた。 ジョンストンから提案されていた会合の場所を変更する命令が届き、ペンバートン軍が回れミニをしたところに、たまたまグラント軍と気合わせて5月16日のチャンピオンヒルの戦いとなり、大きな敗北を起死した。ペンバートン軍はビッグブラック側まで撤退し、そこで5月17日に戦って、同じように大きな損失を受けた。ペンバートンはビックスバーグを守ることに決め、 5月18日には、その防衛線まで交代した。ジョンストンからは、ビックスバーグ氏を犠牲にして、軍隊を救うよう忠告を受けたが、ペンバートンは6週間以上も、要塞を死守し、その間に、兵士や市民が飢えることになり、幸福につながった。ペンバートンは、自分が北部で生まれたことによる南軍での評判を、知っており、もし、ビックスバーグは放棄した場合に裏切り者として、 大衆に非難される恐れがあったので、おそらくは、その判断に影響した。1863年7月2日、ペンバートンは四人の師団指揮官たちに、文書で四十五日間の包囲の後で、彼らの部隊が死の明け渡しを成し遂げるために必要な行軍と、骨折りに耐えられると思うかを問うた。四人が一様に否定の回答だったので、翌日ペンバートンは北軍に対して、 降伏条件を協議するための休戦を求め、7月4日午前10時に、死と軍隊ともどもグラントに降伏した。降伏条件、最初の話し合いでは無条件降伏だったが交渉され、南軍兵士は釈放され、いか次のようになった。ペンバートン軍は2166名の士官、27230名の兵士、172門の大砲。 約6万丁のマスケット銃とライフル銃をグラントに渡した。このことと7月9日に成功裏に終わったポートハドソンの包囲戦と合わせて北軍はミシシッピ側の支配を完成し戦争の残り期間エドマンドカーー・スミス中将指揮下の軍隊とミシシッピ戦線がアメリカ連合国本体と切り離されるという大きな戦略的損失につながった。ペンバートンは その降伏後、1863年10月13日に、捕虜交換で釈放され、リッチモンドに帰還した。そこではほぼ8ヶ月間、何の任務もなく過ごした。当初、ブラックストン・ブラック将軍がペンバートンを使えると思ったが、その部下の士官たちと協議した後で、デイビスに信用をなくした中将を使うことは、勧められないと忠告した。ペンバートンはデイビスに宛てた文書で、 私を使えるとあなたが思う、いかなる任務にも戻してもらうことを求めた。デイビスは、個人的な信頼感は揺るぎないものとし、次のように答えた。ペンバートンは1864年5月9日に、召喚職を辞任し、デイビスは3日後に、砲兵隊の中佐としての任務を与え、ペンバートンはこれを南部と、アメリカ連合国に対する忠誠の証の場として、受け入れた。 ペンバートンは1865年1月9日までリッチモンド防衛軍の砲兵隊を指揮した。1月7日付で砲兵隊の監察長官に任命され、この職を4月12日にノースカロライナ州サリスベリーで捕虜になるまで続た。ペンバートンの他に残っていた大砲14門、南軍兵約1300名及び1万丁、地海小火器があった。 捕虜とななった後に、釈放の記録はない。戦後、ペンバートンは1866年から1876年まで、バージニア州ウォーレントン近くの自身の農園で暮らし、その後ペンシルベニア州に移った。その5年後に、ペンシルベニア州、ペンリンの村で死に、フィラデルフィアにあるローレルヒル墓地に埋葬されている。ペンバートンの銅像が、 ビックスバーグ国立軍事公園に建てられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。